さんこんにちは。公式から育成ツールが出てきたので、それの共有ですね。ということで、アプリだと原神のゲームツールの部分に育成計算機というものが追加されてます。その後、ゲーム内のキャラクター情報を同期できるので、同期した後に育成したいキャラクターを選びます。今回はリサさんを選んでみました。今回はレベル50から90の必要素材を確認してみます。テンプレベルは全部1から10までの素材ですね。四角い部分をタップしたり、クリックして数値を変更できます。で、レベル50から90、テンプ全部1から10までの必要素材がこちら。はい、上にキャラレベルの素材、下にテンプレベルの素材が表示されました。で、一番上の欄、今キャラクターの欄になっていますが、武器、生物も必要素材や経験値を確認できます。武器についてなんですが、選んだキャラクターが装備している武器のレベルを参照して表示しているみたいで。選んだキャラクターが装備していない武器の場合、初期入力が1レベルスタートなので、手入力で調整する必要があります。自分はリサさんがたまたまバンコクを装備していて、それが70レベルだったので70が初期値に。キャラクターも武器も生物も共通ですが、アイコンをタップすると対象を変更できます。武器は開いたら、こんな画面で好きなものを選択してください。未所持のキャラクターを設定する場合は、キャラクター選択の上の欄左の全部の場所をクリック。そうすると、すべてのキャラクターで育成素材のシュミレートができます。という感じかな。なんか間違っていることがあれば、コメント欄で訂正なりするのでよろしくお願いします。それから、生物1個で27万もらか、そんなにかかってたのね。とりあえず、これで終わります。ここまでご視聴ありがとうございました。